はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年6月7日に収録しております。そしてもうすっかり、スノーマンの魅力にもう取り憑かれて、スノーマンのファンになりましたシニアスノタンの堀内敬三です。よろしくお願いいたします。昨日はこのスノーマンのデビューコンサート、すごくたくさんのなんかリクエストもいただいてたんですけども、2020年10月に開催されましたデビューコンサート、長いこのジュニア時代の下積みを乗り越えてやっと掴んだ CD デビュー、そしてこの初めてのデビューコンサートツアー、ツアーの名前もアジアツアー 2020DD と名付けられているアジアツアーと入ってますけども、本当ならこのアジアの4カ所もう回らせていただく、すごく大規模なツアーやったはずなんですけども、2020年から始まったコロナ禍によって、おそらくあれ何月以降はこのジャニーズ事務所は全公演を、有観客でやることを中止されたと思うんですけども、この2020年の10月横浜アリーナを舞台に4日間9公演開催されて、すべて無観客、そしてこの9公演すべてを生配信されるという形で、開催されたコンサートです。で、昨日、このコンサートを何度も見させていただきまして、私なりに感じるところを、まあ、素直にお伝えさせて、いただきました。でもすごく感じるのは、その目の前に本当にずっと支えてくださったファンの皆さんを前に、もう本当に感動と感謝を込めたこのステージをされる予定やったんですけども、やっぱりこのコロナによって無観客、目の前にそのファンの方、お客様はいてないんやけども、その映像を見させていただきましたら、このメンバー9人の視線はなんかこうカメラの向こうにある、またこの会場に入りきらへんぐらいの方がこの配信を見ておられたと思うんですけども、その何万人何十万人という方の視線をしっかりと意識して、目の前にはおられへんねけども、カメラの向こうで見ておられるファンの方にしっかりと届けるように歌い、そしてパフォーマンスされてるのをなんかすごく感じて、この熱、このなんかこう思いを無観客のこの会場でされるっていうことを、改めてまたこの違う形でスノーマンの素晴らしさっていうものを感じさせていただくデビューコンサートでした。で、昨日の動画の最後に、最後のところでこのメンバー9人がこの感謝の言葉を述べられるんですけども、すごく感動的な言葉で、私の心の中にすごく印象になった言葉なんかを書き留めさせていただいて、昨日の動画の中でこの順番にそれをまあちょっとパッと伝えさせていただこうと思ったんですけども、そこまでお話ししたら、やっぱり改めてこの2020年10月のデビューコンサート、その最終公演の最後のところで発せられた9人の言葉っていうのは、すごくやっぱり意味があるし、もう今ドームツアー真っ最中、今週末から東京ドームが始まりますけども、これからもさらにもどん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 大きな存在になられると思うんですけど、この2020年デビューコンサートの最終公演で発せられた9人の言葉っていうのは、やっぱりすごく意味があるなと思って、で、今年4月30日の滝沢歌舞伎ゼロファイナル、大千秋楽の後のなんか最後の言葉がもしあったら聞きたいなと思って、まあ、ライブビューイングで行かせていただいたら、まあ、当然のことながら映画館なので時間通りこの終わったんですけども、ツイッターで会場に行かれた方が、たくさんの方がこのメンバー9人の本当に感動的な言葉を、綴っておられたので、それをこう拾わせていただいて、皆さんにお伝えさせていただいたんですけども、あの時の言葉と同じか、いや、それ以上に、このデビューコンサートの時の9人の言葉っていうのは、なんかすごい意味があるし、すごく重いなと思ったので、この何行かずつ、書き留めさせていただいてお伝えしようと思ったんですけども、やっぱり改めてこの言葉は、9人の言葉をすべて書き出させていただいて、伝えさせていただきます。と、昨日の動画でお伝えさせていただきましたので、今日はこのスノーマンのデビューコンサート、無観客生配信でされました、その最終公演の最後のところでメンバー9人が素晴らしい
ご挨拶をされてますので、ラウールさんに始まり、最後がメンバーリーダーの、ヒカルさん、ヒー君の言葉で9人が話されてるんですけども、その言葉を、今日はお伝えさせていただきたいなと、思います。で、昨日撮った動画を今日アップさせていただきましたら、今見させていただきましたら、もう結構コメントいただいてましたので、こうしてこの2日間にこう時差があると、早速このいただいた、アップしたばっかりの動画にコメントいただいているので、実は昨日の動画の中で4日間9公演この配信されたと。で、皆さん何公演ぐらいこれやっぱり配信チケットを買われて見られたんでしょうねっていうちょっと問いかけをさせていただいてました。で、私なんかやったらまず最終公演は絶対見たいと、このご挨拶も聞きたいから最終公演を見たい、そしてまた一番最初の公演は見たい、真ん中ぐらいはもう一回見たいから、まあ3公演ぐらいは見たいかなっていう話をしたんですけども、もしかしたらこれはその会場のチケットじゃなくて何人でも見れるので、そういった意味ではこの9公演すべてチケットを買われて見られた方もおられるんじゃないかなと思ってその質問させていただいたんですけども、早速もう今の段階でコメントをいただいている方からは、やっぱり私の予想通り、9公演すべて行きましたという方がおられますので、まあ、昨日と今日2日間にわたる一つのコンサートをテーマにした、この動画ですので、ちょっとライブ配信みたいに冒頭になってしまいますけども、ちょっといただいた、今日アップさせていただいたばかりの動画にいただいたコメントを、ちょっとね、もうなんかライブ形式でちょっと紹介させていただきますと、ルーさんからいただいて、そして南さんも、南さんは追加で3回見ましたということで、で、ここでもね、すごく素敵なコメントいただいてますし、そしてまたこの最後、この南さんからいただいたコメントの中で、最後 DD、最初のところで歌って、最後もう一回 DD 歌ってますけども、最後の DD の前に、イヤモニでスタッフさんから、ジャニーさんもきっと見てくれてる、最後頑張れと言ってもらったようで、感極まっていて、DD の間、みんな、涙を我慢していたみたいです。ジャニーさんに見て欲しかったっていう思いを、それぞれ持っていたからこそ、スタッフさんの一声が素晴らしいと思いました。チームスノーマン素敵です。素敵すぎです。と、みなみさんのコメント。皆さん、すごく素敵なコメントを教えてくださってありがとうございます。今日は実は9人のすべてのご挨拶を紹介させていただいた後に、私の感じたことをお話しさせていただこうと思うんですけども、この中で3人か4人のご挨拶の中で、ジャニーさんに対する言葉があって、そこのところも私最後にお話ししようと思ってたんですけども、この南さんが教えてくださってたみたいに、この最後のもう一度歌う DD の前に、スタッフさんからこんな素敵な言葉がイヤモニで話されたんですね。そら、これを聞いたら、そらメンバー、そらもう泣かずにいられないですよね。最終公演のもう最後の DD の前やからということで、スタッフさんが、ジャニーさんもきっと見てくれてる、最後頑張れ、いや、すごく素敵なスタッフさんやなと思いました。皆さんありがとうございます。そしてまたいつもコメントいただいてる、純子さんからもコメントいただきまして、そしてこの泉さんもコメントいただきまして、ありがとうございます。そしてなんとこの SSNO さん、SNO さんって読むのかな ?SSNO さんが、全9公演、もちろん見ましたということで、やっぱりおられた。おられますよね。そりゃそうですよね。もちろん見ました。スノマニのツアーは3回、スノラボは2回、会場に行かれたんですね。2021年、2022年。今回の I Do Me は全都市5公演入ります。羨ましい。おめでとうございます。お友達に誘っていただけるありがたさ。自分でも姉も当選し、ドームを楽しみたいと思います。ファン歴、サックン歴13年です。の
SSNO さんは、この今お話ししてますデビューコンサートライブ配信全9公演全部チケット買われて見られて、そして今回のアイドゥミドームツアーは全都市の5公演に行かれるということで、本当におめでとうございます。またいっぱい教えていただけたらと思います。ありがとうございます。やっぱり9公演行かれた方おられましたと思ったら、また次の、さつき&これが、シャープさんでいいのかな、デビューライブは生配信だったので全9公演見ました。ライブのファントのモーレ、ショッピーの歌声に痺れました。痺れますよね。あ、やっぱり次々とおられますよね。教えてくださって本当にありがとうございます。ざっとお名前だけ、チェックさせていただきますと、さつきさん、いつも楽しい動画ありがとうございます。ということで、さつきさんありがとうございます。そして、たかこさんは、この時、姉も私も仕事の関係で、1回しか見れませんでした。ファンクラブに入れたんですね。ということで、スノーマンは毎月たくさんの方が入会するので、時間がかかります。シニアだから、あ、堀さん、私、シニアから会員証届くの遅かったんかなって言ったんで、シニアだからじゃないですよ。ということでね、次は21年のマニアです。もうしっかりとね、もう準備しておりますので、お話しさせていただきたいと思います。7月5日には昨年のラボの DVD が発売します。この日は、さっくんの31歳、あ、そうか、さっくんの誕生日に発売されるということで、もうぜひね、またゆっくりとこのね、楽しみに見させていただきたいと思うんですけども、で、今一番最近でこのコメントいただいたこのマナカナさんのコメントを今読んだんですけど、素晴らしいコメントでして、このコメントは、今日今から、9人の、ご挨拶を全員紹介させていただいた後、最後に、このマナカナさんから、今日、今40分前って書いてあるんですけども、今いただいたところ、いただいたばかりの、コメントを紹介させていただきたいと思います。それではちょっと長い時間になると思うんですけども、この2020年のレビューコンサートの最終公演、10月25日だったと思います。最終公演が終わった後のメンバー9人、一人一人のご挨拶を一人ずつ全員紹介させていただきます。まず一人目、ラウルさんです。皆さん、今日は配信見てくれて本当にありがとうございました。いやー、4日間9公演やりきりました。本当だったらね、めちゃくちゃしんどいスケジュールっていうかセットリストだし、体力実際相当消耗して、もう今喉も体もボロボロで足の皮もボロボロなんだけど、それでも全力で感情をぶつけた9公演やりきりました。それは一生に一度のデビューコンサートっていうのもそうだし、日頃支えてくれるスタッフさんとか、何よりいつも応援してくれるみんなへの感謝を僕たちのパフォーマンスを通して伝えたかったんです。そうだね。スノーマンってもう最高なんですよ。俺はスノーマンに入って自分自身の考え方とか、このエンターテイメントに対する姿勢とかめちゃめちゃ変わったし、それは何より大きな背中を見せてくれたメンバー8人のみんなのおかげで、そういう8人がいるからこそ今俺がこうやってパフォーマンスできてるって実感します。そうだ、そんな僕ですけど、たまにちょっと不器用なとこが出てボールが出ちゃったりする時があります。もちろんね、僕は何か言われてる時に、まあ僕も人間だし、僕ちょっと悲しい気持ちになるのはわかる。なんだけど、よくよく考えてみると、俺のことを応援してくれる人がずっと楽しんでたことも今までいっぱいあったと思う。それはちょっとというか、だいぶごめん。でも、俺は絶対にスターになるんで、まあ、俺はそういう難しい道を自分を曲げてまで避けるつもりはないし。っていうか、今後、今はどうかわからないけど、俺を応援する人、スノーマンを応援する人が大多数派になるって絶対そう思っています。てか、絶対大多数派になるんです。みんなが、
このデビューコンサートの最終日の最終公演で誓います。マジで。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけど、みんなのこと大好きです。愛してます。4日間見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。続いて、向井康二さん。皆さん、僕たちのスノーマンのデビューコンサート、見てくれて、本当にありがとうございました。いや、ほんまにファンの皆さんには、すごいいっぱい感謝してるし、僕らだけじゃできなかった、このデビューコンサート。もちろんみんながこの会場にいなくて、めちゃめちゃ寂しいし、全然慣れへんし、やっぱりいてほしいなって今日も思ったけど、この配信を通してみんなが笑顔になってくれるんやったら、俺は全然いいし、スノーマン全員そう思ってると思います。大阪の時にグループがなかった時にどうしようかなって迷った時がありまして、その時に僕を見つけてくれたたくさんの人たち、スノーマンもね、僕のことを選んでくれて、見つけてくれて、本当に感謝してます。そしてこのスノーマンでデビューできたことが、本当に今心の底から嬉しい。このメンバーと出会えて嬉しいし、俺が間違ってることしたらメンバー怒ってくれるし、そりゃ人間やから何かやっちゃうこともあるし、それを叱ってくれるメンバーって、すごいいい空間やなって思うし、ファンのみんなにこのライブを見てほしかったけど、まず僕は、このジャニーズに入ったきっかけが、ジャニーさんに見つけてもらったっていうのが一番でかいので、このライブもジャニーさんに見てほしかったなっていうのはあります。でも上で、天国で見てくれてると思うから、このスノーマンをデビューさせたことを、ジャニーさんに後悔させないように、これからこの9人で頑張りたいと思います。そのためには、みんなのパワーがいる。もちろん、俺らも頑張るから、これからも、スノーマンの応援、よろしく、お願いします。続きまして、渡辺翔太さん。どうも、渡辺翔太です。本日はありがとうございました。配信という形ですけど、無事にデビューライブを行えて、本当に嬉しいし、めちゃめちゃ不思議な気持ちです。そして、まず最初に皆さんにお礼が言いたいです。僕たちをここまで連れてきてくれて、本当にありがとうございます。だって自分自身はここでデビューライブができるなんて本当に想像ができませんでした。だってそれがわからないのに15年近くジュニアをやって頑張ってきて、その時に正直スノーマンはデビューできないよと、デビューできないと思う、そんな声を何度も聞いたし、何度も目にしました。でもそんなことを言われた時に、こっちも全力で否定できるっていう自信が確かに正直ありませんでした。でもこんな話を今デビューライブでこのステージで言えてるんです。これが結果です。こんなことも言えます。スノーマン、舐めんじゃねえぞ。ふざけんなこら。そんぐらいの今、僕たち、自信があります。でもここまで育ててくれたのは、本当に皆さんのおかげです。だからみんなも、スノーマンを応援してることを誇りを持って、これからも、俺たちと一緒に前に進んでいきましょう。そして普段、あんま言わないけど、メンバー8人、いつも本当に、こんな自己中な俺を甘やかしてくれてありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、佐久間大輔さん。佐久間大輔です。
本日はご来場本当にありがとうございました。みんなスノーマンのデビューコンサートだよ。マジで信じられないよね。だって俺たち本当に15年ぐらいジャニーズジュニアで本当にずっと何もできないとか何もやらせてもらえないとかそういう葛藤すげえあったと思う。それでも諦めずに支えてくれたのは本当にメンバーのみんなとファンのみんなだと思う。だからたくさんのありがとうを言いたい。まずはジャニーズを見てくれてありがとう。そしてこんなに多くのジャニーズの中から僕たちを見つけてくれてありがとう。それを応援してくれてありがとう。愛してくれてありがとう。生きててくれてありがとう。みんなに伝えたいです。ジャニーさんも絶対上で見てる。これが俺たちスノーマンのでかいステージの第一歩だと思ってます。これからどん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 大きくなる。それをみんなと一緒に本当に見ていきたいなって思っています。だから絶対にみんな生きてたら絶対会えるから一緒に会おう。本日は本当にありがとうございました。続いて宮舘涼太さん。宮舘涼太です。本日はスノーマンデビューライブを一緒に作り上げてくれて本当にありがとうございました。正直ここまで来るのにたくさん苦しい思いをしました。悲しかったこともありました。僕のジュニアの人生はバックで5列目の一番端っこでした。どうしても前に出たくて、どうしてもマイクが持ちたくて、一生懸命汗を流してたくさん努力もしました。でも努力だけじゃ絶対に叶えられないことだってあります。あると思います。ジャニーさんともたくさん喧嘩をしました。ユウ一人に何ができるのと言われたこともあります。それでもめげずに頑張れよっていう意味で、今はジャニーさんがくれた言葉なのかなと思い、足を止めることなく今まで自分なりに一歩一歩ずつ頑張ってきました。そしてスノーマンというメンバーに出会い、応援してくれるファンのみんなに出会いました。今はこのスノーマンが俺たちの場所であり、俺の場所です。そしてファンのみんなの場所でもあると思います。これからのスノーマンは高い壁にぶち当たることもあると思います。それでもこの9人とファンのみんながいれば必ずぶち壊せると思います。一緒にてっぺん目指しましょう。本日はどうもありがとうございました。続いて阿部亮平さん。阿部ちゃん。阿部亮平です。本日はありがとうございました。配信を見てるそこのあなた、いかがでしたでしょうか？楽しかったでしょうか？これがスノーマンのデビューライブです。いつかこのデビューライブを見たんだぞって誇ってもらえるような、そんな伝説のグループになります。今日配信を見てくれて本当にありがとう。いつも支えてくれてありがとう。僕たちがありがとうって言えるそばにいてくれて本当にありがとう。ちょっと将来の話をします。近い将来、僕はアイドルってヒーローみたいなものだなって本気で思っています。そりゃスノーマンってちょっとヒーローっぽいよねって、ヒーローっぽい名前だよねって、あなたは笑うかもしれない。でも俺は本気で思ってる。僕たちの活動であなたが元気になるかもしれない。僕たちの存在であなたが元気になるかもしれない。そんなちょっとのことでいい。
あなたを支えたい。それが僕たちなりのありがとうへの恩返しです。これからも末永くそばにいてください。この手は絶対に、絶対に離さないでください。本日は本当にありがとうございました。続いて深澤達也さん、深澤。どうも深澤達也です。本日はどうもありがとうございました。そうですね。僕はジャニーズ事務所に入った時は、正直何か部活みたいな感じでした。あんまりジャニーズさんのことも知らなかったですし、なんか仲がいいみんなとダンスを踊ってっていうぐらいの正直気持ちでした。でも身近な人たちがデビューしていって、名前を出す誰かな、ハッシーが泣いてる姿を見て、ああ何か悔しいなってやっぱり思ったんですよね。そこから僕は一番最後にスノーマンっていう場所を選んで、スノーマンで無理だったら僕はもうやめようかなって思ってました。そしてスノーマンはいろんな決断を、何か自分たちでさせてもらえてるっていうのはすごいありがたいことだなと。で、今までいろんな決断をしてきて、で、今があるし、そうですね、やっぱこの決断をして間違ってなかったし、ごめんなさい。僕は自分で抱え込んじゃう癖があって、人にも相談しないですし、でもそんな中ですごく自分の何か不安だったところだったりをメンバーが支えてくれて、すごく救われました。だって年齢差、ラウールと比べたら11歳あるんだよ。そんなラウが心配してくれたりとか、メメもコウジもそうだし、ヒカルも翔太も伊達さんも佐久間も阿部ちゃんもそうだし、やっぱスノーマンっていいなってみんなで支えて、そんな素敵なグループに俺は入れていてとても良かったし、15年間ジュニアの時はすごく辛い時期もあったけど、今はめちゃめちゃ幸せで、何かこうやってみんなの後ろ姿を見てるとすごく頼もしいです。本当に本当にスノーマンのメンバー、ファンの皆さん、いつも僕を助けてくれてありがとうございます。これからもスノーマンの応援よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。続きまして、目黒蓮さん。どうも目黒蓮です。僕は今日ライブをさせてもらっている途中に思い出したことがあって、その思い出したことがスノーマンがデビューするよって教えてもらった時のことをすごい走馬灯のように思い出しました。ストーンズがいてスノーマンもいて、デビュー決まったよって教えてもらって、近くにジャニーさんも寝ていて、僕たちでジャニーさんに触りながら、触りながらみんなでありがとうって言って、何かその時のことをライブをしながらすごい思い出しました。このメンバーでデビューできてすげえよかったなって思います。そして昔から俺たちを応援してくれてるファンの皆様、僕たちの本当にすごい支えになっています。そして最近僕たちを知って応援しようと思ってくれた人たちはすごく僕たちの力になっています。この二つがすごい僕たちを前へ前へと頑張らせてくれる原動力になっています。これからもそういう関係性でいれたらすごい幸せです。
ありがとうございました。そして最後にリーダー岩本ひかるさん、皆さん本日は本当にありがとうございました。これがスノーマンの最初で最後のデビューコンサートです。どうでしたか？最高に楽しかったな。僕は踊りが本当に嫌いで、その踊りを通わせてくれた家族、そのおかげで自分は将来日本一のエンターテイナーになるんだっていう夢を持ってこの事務所に来て、今はこうしてスノーマンのメンバーでデビューコンサートをしています。たくさん無理って言われたよ。できないんじゃない？一生バックだと思うよ。スノーマンは引っ込み思案だし、先輩にコンサートに出た時、 MC で話す機会があってもみんな後ろに下がっていっちゃうし、でもそんな僕たちが今こうして自分たちがメインで胸張ってステージの上に立ってます。ジャニーさんに一度だけ本気で話したことがあります。僕はスノーマンのこのメンバーで世界中にパフォーマンスをしに行きたい、スノーマンでデビューしたいんだって。正直無理だよって言われるって思ってました。正直でもそんなジャニーさんが言ってくれた言葉が、スノーマンはパフォーマンスがすごいよね、そして多くの人に知ってもらえると思うよって。ジャニーさん安心してください。これからも僕たちスノーマンはたくさん愛してくれているファンの皆さん、ファンの人たちがいます。その人たちと共に世界中に日本の文化、アイドルっていうものを、季節外れの雪を、笑顔を、たくさんの感動を降らせに行きます。なので皆さん、一瞬一瞬を大切に、この時代に生まれたことを誇りに思って一緒に生きていってください。本日はありがとうございました。とラウルさんに始まりまして、メンバー9人の最終公演、10月25日の最終公演の言葉をお伝えさせていただきました。この9人の言葉の中に、ある意味このデビューするまでのなんかこう全ての思いが詰まってると思いましたし、改めて私はまず何より感動したのは、9人がしっかりと自分の言葉を持って自分の言葉で話してるっていうことに、なんかすごく感動しました。感激しました。メンバー9人が本当に年齢差、そのフッカさんの言葉にあったように、フッカさんとラウルで11歳差がある。この時最年少のラウルさんは17歳ぐらいだったと思うんですけども、そんな彼からこのみんな全員が自分の言葉を持って話してるということに、なんかすごく感動しました。そのスノーマンのパフォーマンス力、ダンス、そして歌唱力、そういうことにまた一つ一つに皆さん感動されてると思うんですけども、この言葉があるっていうことは、スノーマンの心がこんな思いを持っておられるっていうことのもちろん証ですし、なんかそれにまず私はすごくなんかこう感動しました。で、またたくさんの方のコメントの中で、実はこの最後の言葉にあるように、スノーマンは今までもうデビューできないよとか、ずっとバックだよなんてことを言われ続けてきたんですっていうことを、皆さんからいただいたコメントでも教えていただいてたんですけども、このメンバー9人の言葉の中にもそんな言葉があったし、このデビューに至るまで、そしてこのデビューできたということが、まあどれだけの喜びであり、またここが、どんだけの思いを持った出発点やったのかなというのもすごく感じました。メンバー9人の言葉をすべて書き出させていただきまして、やっぱりこの9人の言葉の中にすごくやっぱり共通点が3つあったと思って、まず1つは何より
ファンの皆さんへの感謝です。やっぱりこのメンバーの言葉にもあったように、長い方で15年、その最初の本当にこの後ろで踊ってるところから、このメンバーを、この素敵さを、魅力をなんかしっかりと見抜いて応援してこられた方もおられると思うんですけども、ずーっと支えてくださった、そしてまたこのデビュー間近にまたファンになってくださった皆さん、そのファンの皆さんを分け隔てなく感謝するファンの皆さんへの思いというのがすごくありました。そして次にやっぱりメンバーに共通した言葉は、自分以外8人のスノーマンのメンバーへの感謝という思いが本当に全員の思いの中であったので、そこもすごく感じて、どれだけこのスノーマン、それぞれのメンバーの皆さんがこのデビューに至る道があったと思うので、他の8人のメンバーと自分も含めて9人のこのスノーマンのメンバーだったからデビューできたし、この無観客とはいえ、この素晴らしいステージでデビューコンサートができたっていうことも皆さんが本当に心に分かっておられるから、この他のメンバー8人への感謝というのがまた共通してあったと思います。そして実際に言葉に出された方は4人ぐらいだったと思うんですけども、きっと皆さんこの言葉に出されなくても全員の思いの中でやっぱりすごく感じたのは、きっとこのデビューコンサートを見守っておられるジャニーさんへの感謝の言葉があり、そのジャニーさんから厳しいことは言われたり、またすごく正直きついことをやれると思ったけど、やれると思うよっていうことを、まあ、ひーくんの言葉の中にもありましたけども、このコンサートの時にも、なんかこう、ジャニーさんが見てくれるよ。で、冒頭でコメントいただいた、そのコメントでも、最後の DD を歌う前に、きっとジャニーさんが見てるよ、とスタッフの皆さんがイヤモニを通して言われた、それはみんなメンバーの皆さんが、そんな思いでやっておられたところにその言葉があったから、最後はもちろん、涙のなんか DD になったと思うんですけども、そのあたりはすごく感じました。そして、もう一つやっぱりすごく感じたのは、このさっくんの言葉の中で私すごくやっぱり印象に残ったのは、みんなに何回もありがとうおっしゃってます、応援してくれてありがとう、愛してくれてありがとう、僕を見つけてくれてありがとう、でその次にあったのは、生きててくれてありがとうっていう言葉が私すごくこの印象に残ってましたし、またリーダー、ヒカルさんの言葉の中にも、この時代に生まれたことを誇りに思って一緒に生きていってくださいっていう言葉もありました。私はもうここから先はもう深夜のスノーマンファンのなんかまあ深読みになるかもしれないんですけど、メンバーの皆さんはこの誇りを持ってアイドルっていうこの役割、この仕事を命がけでされて、そして自分たちがこの命がけであるアイドルっていう仕事を通じて、一人でも多くの方に元気を、笑顔を伝えて、そしてまたこの、もう私はダメかもしれない。もう何もかもうまくいかないかもしれない。もしかして人生に絶望してしまったような方にも、この一人一人、そして9人の姿を通して、もうちょっと頑張ろうよ。もうちょっと頑張って生きてたら僕らに会えるから、そこまでの思いをなんか持っておられるんではないかなと、このメンバーの言葉の中から感じました。ですので本当に命がけでこのスノーマンをやり、そしてそれは単に人気者になるだけではなくて、ものすごく大きな影響力を持つことで、本当に多くの方に生きてください、頑張ってください、そしていつかお会いしましょうっていうなんかそんな思いがすごく感じられました。今日はアップさせていただきました。このライブコン、デビューコンサートの動画にいただいたコメントを早速いただいてて、そのいただいたコメントの中で一番もう最近この近くいただいたこのマナカナさんのコメントがすごく素晴らしかったので、最後にこのマナカナさんのコメントを紹介させていただきます。観客のいないライブ会場は今となっては不思議な空間ですよね。ファンの歓声が聞けないデビューライブ、どんなに悔しかったことでしょう。さて、上空から登場したスノーマンですが、高所恐怖症のメンバーはいないのかなって思いますよね。そしてみんな大好きなクライアウトですが、2020DD の時はハンドマイクだったんですよね。
残念だった記憶があります。ショッピーの歌声、特にフェイクは美しいですが、クライアウトでのがなりはめちゃくちゃ痺れます。ジグザグは最初にもらえた楽曲なので思い入れは強いと思います。涙の海を越えていきは今でも時々泣いてしまいます。スノーマンはデビュー後もかなり精神的に辛い思いをしてきたと思うんです。デビューして顔が売れるということは、それだけメディアの標的になるということで、心をズタズタにされる思いを何度もしていると思います。滝沢歌舞伎でラウールがめちゃくちゃ泣いてましたよね。一番苦労していなさそうなラウールが泣くのは不思議だと思うかもしれませんが、15歳で舞台に立って泣きじゃくってた頃を思い出したのか、もしかしたら辛い思いをするメンバーをそばで見てたからこそ涙が出るってこともあるのかなって思いました。顔を出して頑張ってる彼らを顔を出さずに好きなように言ったり吐いたりするのって本当に卑怯だと思います。と話はそれましたが、デビューライブを自分たちのオリジナル曲だけでできるのは良かったですよね。次の動画も楽しみにしています。一番新しくコメントいただきました、まなかなさんのコメントが、なんかある意味たくさんのファンの方のなんか思いを代弁しておられるコメントかなと感じましたので、この動画の最後に紹介させていただきました。これからも一スノーマンファンの、シニアファンとして、ちょっと深読みしすぎるところもあるかもしれないんですけども、このスノーマンの魅力をまたこの年配の方なんかにも多くお伝えして、このスノーマンをなんか見ることで、スノーマンのファンになることで、なんかこうシニアライフをなんかより豊かなものにしていただける、私はそんな可能性もあると思っておりますので、また引き続き伝えさせていただきたいと思います。昨日今日と、スノーマンのデビューコンサートアジアツアー2020DD 無観客ですが、このライブ配信をされました、この最終公演が DV になっている、この DVD のライブコンサート DVD を見させていただいた感想と、そしてまた最後に収録されてましたメンバー9人の本当に素晴らしい魂の言葉、魂のご挨拶を紹介させていただきました。長くなりましたが、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。そうは最高です。来てよかった君と出会えたから。